の鉄道フェスティバル、こんなリストバンドもらいました。あ、これをなんかつけるらしいっす。ゲージモノレール。配信アートは行ったことある。これはなんかあれじゃないの、昔舞妓とかで、舞妓のトラス教かなんかだったね。洗車体験整理券配布所とかあるな。それは小学生だけ。あ、小学生だけなんか。じゃあ、あかんわ。あの、大きい大人のお友達はちょっとできないみたいです。釣り革は山陽電車のもので、なんか釣り革勝手に買っちゃいました。ここにいっぱい新規バスとかいろいろあるんだな。整理券の配布は今日も一日安全に、災害は慣れと油断のそばに。ヘッドマーク頑張ってんで。お前は行こう。ここがよく僕の動画で登場する東多見車両工場ですこんな感じになっております。お、特急姫路巻きマーク出してくれてる。お、懐かしい。秋祭りはつい最近のやつだけど、これ多分あの左側が一番新しいやつで、一番奥が古いやつじゃないのかな。345631、こちらが見つかりました。これや、今飾ってあるのはこれだ。1997年3月に作られた車両で、今現在東二見で運用されております。東二見で運用されています。こちらが車体トラバーサーです。山陽電車としては2代目になります。初代車体トラバーサーは東二見車両工場が設立した昭和43年に設置され、以後46年にわたって使用してきましたが、老朽化に伴い2014年7月に現在の車体トラバーサーに更新されました。車体トラバーサーは試工場の1番線から5番線まで、5番線、車体工場の11番線から16番線での車両移動時に使用します。車両以外にも台車の移動にも使用しています。今回車体トラバーサー上に配置してある車両は5631号です。全線時に使用する 3.5 トンフォークリフトを連結しています。車体トラバーサーの収納部品に部屋が設置されてありますが、あれは制御盤室で、車体トラバーサーの運転はこの小さな運転機で行います。説明は以上になります。それでは今から車体トラバーサーを山川区から多摩川に移動させます。そして姫路では現在飛行場1番線にトラバーサーを合わせています。トラバーサーを移動する前に神戸姫路に配置されている警戒作業員の方に移動してもいいか聞いてみましょう。安全確認は大丈夫でしょうか。はい、それでは車体トラバーサーを多摩川に移動します。トラバーサーの運転速度は高速、中速、低速と3段階あります。はじめに高速で移動します。停止してください。続いて中速で動かします。続いて低速で動かします。停止してください。角度の違いは分かっていただけましたか。もう一度
しょうございます。最初に高速で動かします。ただいトラバーサーと飛行場1番線の線路がありました。以上でただいトラバーサーによる車両移動実演を終了します。この後も山陽鉄道フェスティバル2020を お楽しみください。以上で終わります。ありがとうございました。お時間をお借りしまして、那覇市のこれからの見どころをご紹介させていただきます。15分空いても入れて8分ぐらいの秋の夜を満喫できるちゃんとこれ合ってるのすごいよね。ほらぴったり合ってる。ほんまやね。なかなか走ろうとしたら走れんの。そう、そういうことや。すごい。下にこうレールを踏むことってあんまないから、踏切以外で。あんまりやな。シガーが2016年にできた。2016年から活躍している。あ、でもこいつ6011だから3日前ぐらいね、この6011っていうこの車両は東畳の一番端っこに置いてあったんだけど、なんか扉開け閉めに使われてんの。音鳴らないんだ。ピンポンピンポンって。阪急の梅田駅みたい。救援装置、動画の長さ電話するなよ。連結器と一緒に装備されます。発車停車時、加減速時の衝撃を和らげて列車の乗り心地を良くします。密着式自動連結器、戦闘用電車同士の戦闘を連結させるもので、手を握り合った形をしている。Thank you.
ちょっとこちらの人は見やすいと思うんですけど、この台車の奥側の方にフックがかかっているのが見えるかと思うんですけれども、こちらのフックで台車を引っ掛けて、ウィンチで引っ張って台車を上げたり、逆にウィンチをちょっと緩めて台車を下ろしたりしています。大阪梅田駅になってる。へえ、すげえな。10時まで禁じられてる。あと20分足りれば。そうやね。デビュー地。10時まで送らないで。あれが最初、日本で初めてのアルミカー、アルミカー、アルミ車両の2000系電車。いいね。めちゃくちゃいいよくわからんヘッドマークがあっちにも。このヘッドマーク。いや、こいつはもうずーっとここに安置されてるよ。引退後はずっと。もう免許持ってないくせにずっとここに安置されてる。いつもの車内だ。三段線の大回りしたときあの人見たもん。普通運転で。これすごいよね。あの沖縄のユイレールとかでも見たことあるんだけど、この丸のブツブツにして外側から見るとこう。ラッピングだけど、内側から見るとあんまり映らないって。そんな感じの乗ったことないかもしれない、意外に。あんま出やへん。撮るときは出やるけど。最近、おぉ。おぉ。もう止まった。2時間したら自動的に追い出されるのかな。そうなん。あれが動くの見たいな。バスも大好きなんですよ。皆様いい。これボタンは反応させる。え、かざせるん？いや、かざせん。反応なし。あ、かまった。おおお、めっちゃ速い。3000系。3619外し。3030どこ？資料悪すぎてわからない。3030どれ？いや、これあの、あれ発電機。あ、発電機か。クーラー。クーラー。うわ、欲しいこれ。いや、邪魔なのは入らへんやろ、いいよ。エアコンのクーラーで。いや、家にちょっと最近エアコン壊れかけてるからこれ欲しいな。でかすぎる。家の屋根。鍵は刺すらしい。で、右。おお。で、下が。おお、すげえ。ドア閉まります。もうカウンセラーかと思って。おお。結構見直しすげえ。神戸さんの。あ、じゃあ僕やっていいですか。回送試運転行きます。普通。しかも。おお。じゃあこれ団体まで行きます。結構長いね。いいってめっちゃ戻るから。めちゃくちゃ時間使ったもんか。めっちゃ使うやん。これぐらいにしとくかよ。やっぱ全部使うと。やっぱしっかり。団体。おぉ、いいね。あ、いいよ、別に。はい。
バイバイ。バイバイ。